やめてよ、何私の棺桶用意してんの、死ぬつもりないんですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、ついに王の城に行くわけやね。とりあえず手前のところでまたセーブしていきたいんだけどさ、なんか先に進んだ時にどこでセーブできるのかわからんけん、入ってすぐとかにあるかもしれんけど。アルフィー結局どこ行ったん？消えたんやけど、帰った？あ、行き先選ぶんじゃなくて勝手に進んでいくんやもん。もうその一箇所しかないってことか、こっから行けるの。長くね？え？長くね？なに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 ？びっくりした、エラー起きたんかと思った。なんか普通の道路みたい。あ、本当に行ってすぐにあったわ。お城のエレベーター。え、なに、決意がみなぎったがないんやけど。え、初めてないんやけど、どうした。え、灰色の世界。なに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 、これ怖い。なんか一応向こう側にさ、エレベーターあったけど、こっち側なんかあるんかな。あ、え、なんかすごい怖いんやけど、この街並み。どうした、なに、なんなの。私は一体今どこへ向かっているの？あ、闇や、闇、闇。ひたすら闇。え？え？待って、なんかすごいゾワッとしたんやけど、これあれじゃない？トリエルとかおったところやろ、これ。ほら！ホームや。ニューホーム？何？ニュー。なんかめっちゃ灰色やけど、これはなんか、え、なに？怖い怖い。二つの南京錠でロックされている。メモを読んだ。ハロー、私は庭にいるよ。何か打ち明けたいことがあるならいつでも来るといい。鍵はキッチンと廊下にある。え？庭にいる？庭ってどこ？金色の花だ。なんかめっちゃ目立つね、あれ。あ、ここにも。金色の花だ。燃えさしはまだ暖かい。読書にぴったりな椅子だ。誰かが使っている形跡はない。使ってないのか。アルバムとスクラップブックとお茶の入れ方の本だ。ガーデニングの道具のようだ。これはもともとこういう色ってこと？昔々遺跡に一人の人間が落ちてきました。怪我をした人間は大きな声で助けを呼びました。え？戦闘にならない。あ、鍵。カタツムリの入った容器がたくさん並んでいる。蓋を開けた形跡はない。カタツムリのパイがどうとか言ったよね。排水口には白い動物の毛が詰まっている。書き置きだ。ハロー、食べたいものがあったらどうぞご自由に。鍵を拾って携帯のキーホルダーに取り付けた。コンロは汚れていない。魔法で料理をしているのだろう。ゴミ箱だ。くしゃくしゃの紙こそがたくさん入っている。全部バタースコッチパイのレシピだ。ここはもともとこういう色の場所なんかな？それともなんか思い出をたどり寄る的な感じ？あ、その声を聞きつけたのは王様の息子、アズリエルでした。アズリエル？アズリエルは人間を後ろへ連れて帰りました。うん。何何何？昔話が。花目立つなぁ。金色の花だ。こんな花なかったよね。あ、プレゼント。箱の中にハートのロケットが入っている。どうする？拾う。ハートのロケットを手に入れた。ロケットってあれやろ、ペンダントのやつ。え、ペンダントってことよね。箱の中に古びたダガーが入っている。拾います。古びたダガー。とても快適そうなベッドだ。横になったらもう起き上がらないかもしれない。そんなに。金色の花の絵だ。家族写真、みんな笑顔だ。横島のシャツがたくさんある。私が着てるのも横島の服や。ツインサイズのベッドだ。うんうん。埃まみれのおもちゃだ。廊下にも鍵あるって言ったよね。改装中。あ、鍵。やがてアズリエルと人間は兄弟のように仲良くなりました。トリエルと関係あるんかな、名前。王様と女王様は人間を我が子のように可愛がりました。地底の世界は希望に包まれました。ふん。鍵を拾って携帯のキーホルダーに取り付けた。何これ。
トロフィーだ。98年度お花すりすりコンテスト優勝ペア。何お花すりすりコンテスト、かわいい。洋服が入っている。ローブ、ボタンのついたシャツ。ピンクの手編みセーターにはミスターパパと書いてある。ミスターパパ？洋服ダンスだ。サンタクロースのコスチュームが入っている。かわいいやん。マカロニを貼り付けて作った花の絵だ。パパキングへ。マカロニ？キングサイズのベッドだ。ふんふん。アズゴアの日記だ。今日のページにはいい日だとだけ書いてある。インクはまだ乾ききっていない。タラの椅子だ。アズゴアの、アズゴアの小さい頃過ごした家ってこと？ここ。これ鏡よね。いろいろあったけど自分はやっぱり自分だ。まあね。その辺はね、ちゃんと。なんなんやろこれ、思い出をたどりよんかな。でもトリエル関係なさそう。うん、関係ないんかな、わからん。チェーンのロックを外した。2010X 年の終わりの古いカレンダーだ。ある日付に丸がついて。どの日付？あ、そして、あ、びっくりした。ところがある日、人間が重い病気にかかりました。ふんふんふん。人間は最後に一つだけ願いを叶えてほしいと言いました。ふるさとの村の花畑を一目見たいと。しかし私たちにはどうすることもできませんでした。うん。まあモンスターにはね。そして、その翌日。人間は息を引き取りました。ふるさとの花畑。悲しみに暮れたアズリエルは人間の魂を取り込み、凄まじい力を持つ存在へと姿を変えました。どういうこと？人間の魂の力でバリアを打ち抜けたアズリエルは、亡骸を抱え、夕日を浴びながら進んでいきました。人間たちの暮らす村を目指して。あれ、そんなにくねくねしとったかな。やがてアズリエルは村の中心にたどり着きました。そこには、金色の花畑がありました。あ、さっきから飾られとる花？アズレイルはその上にそっと人間の亡骸を乗せてやりました。うん。あ、出てきた。うん、亡くなる前に連れて行ってあげたかったね。その時突然、甲高い悲鳴が響き渡りました。亡骸を抱えたアズレイルを村人たちが見つけ、彼が人間の子供を殺したと勘違いしたのです。こんな時おったっけ、今までに。記憶にないんやけど。村人たちは捨て身でアズレールに襲いかかりました。アズレールの体は何度も何度も人間の攻撃に打たれました。アズレールにとって村人たちを滅ぼすのは造作もないことでした。滅ぼしたの？勘違い。それでもアズレールは反撃しませんでした。あ、なるほど。人間の亡骸をしっかりと抱いて微笑みながらその場を立ち去ったのです。悲しい。怪我を負ったアズリエルは、なんとか家にたどり着きましたが、お城に入るなり、ばったりと倒れ込んでしまいました。アズリエルの体は塵となり、お城の庭に降り注ぎました。人間の攻撃が理由で死んだってこと？王国の民は悲しみに暮れました。王様と女王様は、一晩のうちに二人の子供を亡くしたのです。人間たちはまたしても、モンスターから全てを奪いました。辛い。ちょっとした誤解からね。王様は決心しました。国民の苦しみを終わらせると。ここへ落ちてくる人間は誰一人生かしてはおかないと。7つの魂が手に入ればバリアを壊すことができる。悲しい。もうすぐアズゴア王が私たちを解放してくれる。アズゴア王が私たちに希望をもたらす。アズゴア王が私たちを救ってくださる。アズゴアは父親？さあ、あなたも笑顔になって。嬉しいでしょ？心が弾むでしょ？でも私人間なんだよ。殺される側なんだ。あなたはもうすぐ自由になる。私？本当に？待って、こっちは？何ここ？最後の回廊。何最後の回廊って。なんかめっちゃ影なんだけど。一応向こう側に、お？なになになに？エレベーターのはあったけど、誰？
あ、サンズじゃないこれ。違う？教会の鐘が鳴ってる。何？結婚？結婚するんですか？サンズだよね。違う？ついにここまで来たな。お前の旅はもうすぐ終わる。この先へ進めば、お前は王と相まみえる。王とお前が、この世界の運命を決する。だがその前に、まずは、審判の時だ。お前がこれまでに取った行動のすべて、手に入れたエクスペリエンス、それらをもとに判定が下される。エクスペリエンスというのは、何のことかわかるか？経験値ね。正式には、エクセキューターポイント。なんだそれは。他者に与えた痛みの量を数値で表したものだ。誰かを殺すと、何て言った？わからん。なんとかポイント。が溜まる。EXP が一定以上溜まるとラブが上がる。そう、ラブの本当の意味も教えてやろう。正式には、レベルオブバイオレンス。暴力レベルのこと。他者を傷つける能力を数値で表したものだ。殺せば殺すほど、感情を抑えるのが容易になる。感情を抑えるほど、自分は心の痛みを感じなくなる。何のためらいもなく、他者を傷つけることができるようになる。ではそろそろ始めるとしよう。お前の審判を。胸に手を当て、顧みるがいい。自分は正しいことをしたか。そして、ここまでたどり着いた今、自分はこれから何をするのか。よく考えるがいい。でも私今レベル 5? とかないよね。ってことは結構いったんじゃない？ほら、サンズやっぱり。ま、実のところ、あんたが何と答えようと関係ないよ。大事なのはあんたが自分に正直だったってことだ。これからあんたが何をするか、オイルたちはあんたに任せるよ。私なんか答えたな、今。わかんないんだけど。え、消えた！どこ行ったサンズ？え？審判はどうなったの？謎なんだ。またなんか、灰色空間に戻された。ここは？謁見の間、あ、この先が王様のところってこと？謁見室の入り口。な、こっちにもなんかあるけど。こっちは何？どここれ？なんか階段下って行きうる。え、なになになに？どんどん。え？なに？棺桶？棺桶だ。名前が刻まれている。あゆの。中は空っぽだ。え？なに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 ？怖い怖い怖い。え？向こうとかは見えないの？あゆな？残りの棺桶は誰の棺桶？え？やめてよ。何私の棺桶用意してんの？死ぬつもりないんですけど。え？怖？とりあえずもう一回セーブしておこう。あっちに行ったっていうこともなんか関係あるんかもしれんけん。ここがアズゴア王の？あ、金色の花や。でか、思った以上にでかかった。どうも、椅子に座らないんすか？ラーラーラー、お、歌、おや？お客さんかな？ちょっと待ってておくれ。今水やりを終わらせてしまうからね。花の水やり、心優しいんだね。これでよしと。あ、ドリエルみたいな顔しとる。ハロー、いらっしゃ。そんな。あ、君は、人間です。ドリエルと同じ種族よね、この子多分。お茶でもいかがかな？と言いたいところだけれども、残念ながら、そういうわけにもいかないね。ん？やっぱ殺す？殺される私。ご覧、今日は素敵な日だ。花が咲き、小鳥たちはさえずり。こんな日は鬼ごっこでもして遊びたいね。いや別に。追いかけられることに恐怖を覚える私にとってはそんなことしたくないけれど。私たちにはやらなくてはならないことがあるね。準備ができたら、この先の部屋に来なさい。何の準備？じゃあ、詳しく語っていただけないかしら。玉座だ。なにこれ誰？もう一つの玉座だ。白いシーツがかかっている。ああ、なるほど、玉座か。誰かの足かと思ったよ。謁見室。緊張しているね。大丈夫。歯医者さんに行くようなものさ。やだな、歯医者さん。あ、普通に、見えるんやね。準備はできたかい？強がらなくていい。私だって心の準備ができていない。どういうこと？てか君は誰なの？アズゴア王なの？
終わり？何が終わる？ゲームが？怖い。すげえ奥行き。そういうことじゃない？これがバリアだよ。あ、そういうこと。我々モンスターを地底に閉じ込めている封印だ。もしこの世界でやり残したことがあるのなら、ここで引き返しなさい。進もう。そうか。では。何、戦う？始めようか。何？ん？あ、ハートが一個足りん、魂が一個足りんってやつか。不思議な光があたりに満ちる。バリア越しに薄明かりが見える。旅はついに終わりを迎える。決意がみなぎった。ここで。まあ、それここでの決意は必要やろうけど。人間よ。君と出会えてよかった。さらばだ。何？来い。あれやん。え？見逃すがなくなったけど。アズゴアが襲ってきた。見逃すがない。てかなんか攻撃の仕方があれや。誰やった？名前を忘れた。名前を忘れたよ。しかしかける言葉がなかった。マジか、そういう感じか。どうすればいいの？ね、どうすればいいんですかね、私。怖い、無理。え、普通に無理なんですけど。ちょ、待って。サンデー、私何個持ってる？ 1、2、3、4つか。無理。いや。これは、うわ、それ以上の情報がない。何が起きてるのかがわからないわ、私には。助けてー。怖いー。これは戦うべきなの？それが私にはわからないんだけど、何ですか？視力検査ですか？何も話す言葉がないけど、なんかどんどんその攻撃パターンはいろいろ変わっていきようやけど、なんなの。今最後のやつは避けんといかんかったやつやね、赤いやつ。あ、これここで決まった場所でじっとしとけば大丈夫なやつや、あれ。怖い。無理。あ、手は大丈夫なんかな、あれ。当たっても。手や。あぶね。あー、やめて。あー、もう回復アイテムがないんだよ、私。ちょっと無理。絶対無理。思考が追いつかない。これは、やっぱりあれなんかな？こう、戦うべきなの？わからねえ。我々の運命がかかっている。アイナ、決意を力に変えるんだ。じゃあ、とりあえず今回はこの辺で。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、ってことは、あっこにずらっと並んどった棺桶は、あれってこと？今まで、なんか必要やった、この魂の持ち主の死体が入っとるってこと？で、私の棺桶はもう用意されとんや。ってことじゃない？違うかな？